西目恒三郎は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、復興大臣、内閣府特命担当大臣。衆議院安全保障委員長、経済産業副大臣、総務副大臣、国土交通大臣政務官、自民党沖縄県連会長、衆議院国土交通委員長、沖縄県議会議員等歴任。那覇市長、衆議院議員。 沖縄県知事を務めた、西目淳二は父。元参議院議員の西目淳次郎は長兄。沖縄県南城市生まれ。沖縄県立那覇高等学校、上地大学経済学部経営学科卒業。大学卒業後、父、西目淳二の秘書を経て、沖縄県議会議員を4期務める。2003年。 第43回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、この総選挙から新設された、沖縄4区から出馬し、当選。2005年の、第44回衆議院議員総選挙で再選。2008年、福田康夫改造内閣で、国土交通大臣政務官に任命され、麻生内閣まで務める。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、 自民党公認、公明党推薦で沖縄4区から出馬したが、民主党公認のズケラン長年氏に敗れ、比例復活もならず落選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙で、ズケランを破り当選、国政へ復帰した。2014年9月3日、第2次安倍改造内閣で総務副大臣に就任。 同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、自身の後援会長を務めた中里俊信に敗れたものの、比例九州ブロックにて復活し4選。2016年9月、衆議院国土交通委員長に就任。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣で、経済産業副大臣に就任。同年10月22日、 第48回衆議院議員総選挙で沖縄4区から出馬し、前回敗れた中里を下し議席を奪還した。2021年10月4日、第1次、岸田内閣の復興大臣兼内閣府、特命担当大臣として初入閣した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で、 立憲民主党の新人の近所を通るを破り六選。2017年の衆院選期間中、沖縄県の選挙区から出馬した自民党の参議院が代表を務める政党支部が2015年に米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の関連工事を受注した業者から献金を受けていたことを報じられ、西目と国場の事務所は取材に 誤解を与えないよう返金したとコメントした。一方、宮崎の事務所は担当者が不在で代用できないとし各支部の政治資金収支報告書によると、献金をしたのは沖縄県浦添市の建設業者。各支部にそれぞれ20万円ずつ寄付していた。国と契約を結んでいる業者から、 国政選挙に関する献金を受け取っていたとして公職選挙法に抵触する可能性が指摘されている。2018年から2019年にかけて西目が代表を務める自民党支部が可愛い女の子と安く遊べる店を歌い文句とするスナックの料金計116,400円を政治資金から支出していた。西目の事務所によるとスナックは 男性秘書が利用したものであり、西目自身は一度も同席していないとしている。西目は、秘書は支援への感謝の気持ちという認識だったが、場所が不適切だったと釈明した。ありがとうございます。